で内向外向の背景をこれまでのように今説明したように考えると、ユングの類型論に応じて内的な反対類型は相対的に常に無意識のままにとどまる、内的な反対類型、ちょっと、はい、チャット GPT に聞いていいですか。内的な反対類型とは自分自身の主要な特徴や傾向とは対照的な特徴を持つタイプの話を内的な反対類型、自分の特徴とは反対、はい、は常に無意識のままにとどまると。あ、なるほど。意識の部分の無意識の部分は反対のものだっていうことですかね、にとどまるよと。それによってその相対的な劣等性と同時に自動的なというか本人の思いにはままならない働きが生ずると、これは劣等感覚ってやつですね。内的な無意識の反対類型の存在、要はこの自分の無意識な部分、いや自分で得意で使ってるっていうとこの反対、反対部分は何よりもその投影において現れると。ちなみにこの投影というのはユングの心理学の中に出てくる投影なんですけども、自己の持つ感情や思考、欲求などを外界の人や物事に投影してしまうことを指しますと。つまり自分が持っている感情や思考、欲求などを自分自身の内面から取り出して他の人の中に投影してしまうことだと。これね、分かりにくいじゃないですか、小学生にも分かる例え話にしますと、ある小学生のアリスちゃんが学校の友達と遊んでいました。アリスちゃんはその友達が嫌いだったので、その友達に対して嫌いな人だという思いを持っていました。しかしその友達がいない日に自分が好きな人と遊んでいた時、その友達に似た人が通りかかりました。嫌いな友達に似た人が、顔だけが似た人が通った時にその人に対しても嫌いだっていう感情を持った。この時アリスちゃんが経験したのがユング投影の現象ですと。アリスちゃんは過去の経験で嫌いだと思った友達のイメージを似たような人に投影してしまったっていうのが投影、自分が持つ感情やイメージが、現実の人に投影されてしまうこと、無意識の反対類型の存在は投影において現れる。ああ、意識しちゃうっていうことですかね。僕の場合、内的思考のタイプに異様な劣等感というか憧れというか、ISTP の人ですね、に、初めから白旗を上げているというか、そんな思いはあるんですね。で、苦手な人だっていう思いもあるし、その人にすごいですよって言われると妙に嬉しいみたいなのはなんかあります、っていうのをちょっと先になんて言うんでしょう、感想を言ってしまったんですが、ここに出てくるのが、要は自分のものとは見えないし、認められないけども自分の中で存在し、したがって意識されていない諸々の性質は、鋭い感を通して決まって隣人他の人の中に見出され、その際特に非難すべきものと思われやすいと。古典的な例としてはマタイ伝の中にですね、兄弟の目の中の木片を見る人がどうして自分の目の材木に気づかないのかというのが出てくるんですけど、一つの内容が自分の中から投げ出され、多かれ少なかれ無実の人に押し付けられると。全く無意識のうちに経過する事柄なので、投影をまるで動かしがたい見解と思い込む、それを訂正するのには大変な道徳的努力がいる、ということを理解するのが寛容であると。こんな風に愛すべき隣人に押し付けているものにはキリがないと。というのは、
仲間についてどういう間違った見方を持つようになるのかは決してデタラメとは言えないからであると、うん、心の誤りは破壊的に働くことがある、うん、確かにある欠点が自分だけのものなどということはほとんどないからである、うん、こういう投影が全く理由なしに生ずるとは考えられない、うん、投影の担い手はこのようなひそやかな掃除似たものの原理によってうまく選ばれている、うん、なんていうことが書いてあってです、はい、そうしてみると、うん、自分が苦手な人苦手だと勝手に思い込んでる人は総じて、うん、あの ISTP っぽい人なんですねっていうのを投影するって話ですよねそう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 ってことは、うん、まあなんて言うんだろうこの人はこういう人だみたいなみたいなもうよく知らなくても、うん、投影しちゃうって話ですよね。っていうところから見ると、うん、やっぱり僕は、うん、外交的なんだなって思うんですよ。この消去法でもね、はいはいはい、この投影している、うん、あ、うん、かといって、はい、あのホリエモンみたいな人に対する苦手意識もあるんですよ、うん、あ、投影してるかもしれないですよね。でもそう、うん、ってなると僕は内向なのかみたいな。その内向、まあ、要は自分の持ってない要素を投影するみたいな話なので、はいはいはい、例えば T、はい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 、に対して苦手意識みたいな投影してるとか、そういうことじゃないですかね。っていうのは感じます、うんうんうん、はい。ちなみにもうちょっとだけ読んでいいですか、はい、内向的な人は反対類型を外向的な人に投影すると。内向的な人は外向的な人を自分自身が自己批判を通して自分には拒んでいる一切のことをする人であるかのように判断すると。しかもその際悪しき動機まで読み取っている、うん、なぜなら内向的な人は外向的な人の外向性を、うん、悪気もなく簡単に否定的に感じるからであると、うん、ところが時々内向的な人にこういう外向的な特徴の生じる、うん、つまりちょっと無意識が溢れ出ることが起こると。そういう時それらは事実上劣等なもの、うん、しばしばむしろ笑うべきものとして現れると。こういう場合内向的な人はその対象を無批判に過大評価したり心を奪われて魅惑されやすいと。当然まともな基準をすっかり踏み外し信じがたいものを盲信してまるで無防備になると、うん、強い外側外柄外の皮の背後から不意に内部の弱いところが出て決定的な無能力の状態に陥ると。センチメンタルな関係にはまり込んでその際相手手にできもしないことを期待して恋焦がれる。当然友情と愛について高い理想を持つがそれだけに手ひどく幻滅させられるのである。これに対して外向的な人は独特の熱い皮を内向的な人に投影しそこによそよそしさ冷たさ高慢利己主義自分本位を読み取ることになると。内向的な特徴がたまたま彼を捉えるとおおよそ次のような姿をとる。すなわち自己愛共同体への疑問干渉に対する抵抗集団への不安抑うつ的不機嫌孤独感ニヒリズムであると。そこで不愉快なものは一切避けるが子供じみた不安定感に悩むと。今なんで僕の顔見ました？見てないですよ。子供じみた不安定だと思ってますか？今見てないですよ。あ、ごめんなさい男性の場合一時的なインポテンツになることもあると。というのは性的な空想でいっぱいになるのに同時に性に対する不安を感じるからであると。女性の場合も同じように一過性の不干渉が生ずると。劣勢の反対類型はさらに、破滅的な自己批判、偏狂非道さとして現れるとなんていうのが書かれていますね、はい、